福岡公演が終わり、帰りの博多空港にて、なんだかぼーっとしていた私は、段差も何もないところで大ごけして、これから出発の人たちへ向けて、見せパンを見せるだけ見せるというハプニングがありました。現地スタッフの方に、ドン引きされちまったばい！花澤香菜の一人でできるかな。皆さんこんばんは、花澤香菜です。いやー、私こけることはよくあるんですけれど、よくあるでもね、空港であんなにずっこけたのは初めてかな。すごい、もうね、なんかちょっと足がおぼつかなかったんだよねでちょうどね、アニプレ女性スタッフの方と、現地スタッフの、あんまりこう、お会いしたことなかった方と、なんか、二人でね、ちょっと、人を待ってたんですよ。待っていたにもかかわらず、ちょっと歩き出したら、ズデーンってこけて、スカートベローンってなって。下にね、見えてもいいようなショートパンツ履いてたから、まあ、良かったっちゃ良かったけど、まだ女性の方はね、あ、大丈夫ですか？花澤さんって言ってくれたんだけど、現地スタッフの方がもうなんか、うわぁ、こいつ大丈夫かよ、みたいな、なんか、言わないよ、言わないけど、そういう顔してたの。あいつって、マジかよ、みたいな。いやぁ、最後にドン引きされて、ちょっと昇進だわ、私。昇進だわ、なんか見せパン見せてさ。なんかね、周りにファンの子たちとかいなかったかなとか思って、ちょっと心配しちゃった。うん、なんか、あいつあんなに調子乗ってライブやってたけど、最後焦げて帰ったんだぜって。なんか、パンツ見えそうだったぜみたいな、ちょっと避けたいからね。うん、いやでも楽しかったな、福岡。